衝撃的でした。なんかこう分離してるじゃないですか。そういうのがまさか SK-II さんから出るとはと驚きました。香りがいいなっていうのも思いました。でクリームよりさらにしっとりする感じがします。飛行機の中とか、あと日焼け後にもいいと聞いたので、日焼け後とかの保湿とかに使います。はい、好きです。